はい、えー、お疲れ様です。即可塾の久保でございます。私はね、10年前ネットビジネスの世界に飛び込んで、それから今みたいな人生を、まあ、すべてね、塗り替えてもらって、まあ、非常にね、いわゆるネットを使ったビジネス、ビジネスについては、ものすごく感謝をしているんですよね。まあ、ですんで、こんな素晴らしいビジネスという道を、 より一人でも多くの方に知っていただいて、そしてそれを使っていただいて、えー、現状をね、変えていただく。自分の望んだ人生に少しでも近づいていただく。そのきっかけを、戦術ながらね、もたらそうと思って、草加塾なんてね、大うな塾を始めてもう10年以上になるわけですけども、いや、私は10年前ね、本当にお金に困って、日ッもサッも行かないような、あ、状態でした。で、店舗は持っていたんですけども、赤字続きではっきり言ってね、店があるから、 私の人生が追いいい詰められていたってたた。っう感じでした従業員の給料も支払わなくてはいけませんし各種税金も払えないですしねそれから業者さんへの支払いも滞納するばかりでしたもう日ッもサッもいかない中でやっていたわけなんですけどもふとですねいくつかの言葉に出会うことによって私の人生は変わり始めたんですよまず1つ目の言葉っていうのはネオヒルズっていいいう金持ちがいるらしいと。しかも最近インターネットの力を使って SNS の力を使って金持ちになったらしいと。 ととか Facebook とかツイッターを使って金持ちになるみたいなねそんな方法をお客様から聞いたんですよねなんだそれはと思ったんでそのまま通り過ぎようと思ったんですけどもそのお客さん言うんですよ金持ちになりすぎて一杯のそばを食べに行くのにヘリコプターに乗っていくそんなやつがいるらしいとなんだそれはと思いましたよねヘリコプターに乗るって相当な交通費ですよで一杯のそばそれこそ1000円か2000円のそばでしょそれを食べに行くぐらいのこだわりを見せる もちろん、それはテレビ用に切り取った場面なのかもしれません。普段はそんなことしないのかもしれませんけども、嘘でも冗談でも、一回でもそんなことができるってことは、相当な金持ちなんだろうなと思ったんですよね。しかもその金持ちも、御曹司の息子ってわけでもなくって、えー、脈々と続いてきた商売の名家じゃなくて、いきなり金持ちになったらしいんですよね。いや、それは聞き捨てにならないなと思って、まずは最初に影響を受けたのが、そのネオフィルズって言葉、そばを。 ヘリコプターで食べに行くっっていう言葉だったんでですよで実際いろいろあってネオヒルズっていうところに私はね高いお金を払って入門するわけなんですけどもそこで出会った言葉のいくつかっていうのが私の人生を変えましたまず一つは違違いいいをもたらすすすって言葉ですよね人人間にはいろんな人生がありますそれぞれ違った人生や違った結果を受け取って生きてるわけなんですけども当然ですね学歴が違えば その先の人生も違います。東大卒で官僚になる人もいればね、エフランク大学と言われるところを何とか出て、で、就職に困る、そんなね、人もいるわけですよ。で、どこでこの結果の違いが起きるかっていうと、最初の第一歩にもう違いが出てるわけなんですよ。で、今ね、私がこれをビジネスに例えると、インターネットを使ったビジネスを主にするのか、それとも、インターネット補助的に使ってやってるビジネスは、 昭和型の旧来型のビジネスの中によって収入ってのは全く変わってくるんですよね。まあ当然インターネットをメインで使った事業こっちの方が収益性はいいわけですよ。そしてインターネットを補助的に使うよ。でも足で稼ぐんだよ。従来型のビジネスだよっていうのはロスが多いわけですよね。そしてスピードもインターネット主軸のビジネスには追いつけないです。まあなんせですねテクノロジーが出てきているのにそのテクノロジーを使わないってことはそれだけ遅れちゃうわけですよ。 今移動に車や新幹線を使わない人ってあんまりいないと思うんですよ未だに私は徒歩です自転車ですっていう人は車や新幹線には追いつけないですよねだから最初にどんな違いを自分が持つのか選ぶのかによって結果の違いが大きく出るってことなんですよさあこれが違いをもたらす違いですどうですかね私はねこの違いをもたらす違いって言葉を今でも頭の中で何回も繰り返してしまうんですよ SS もう一つあります ここののままではこのままでではだっていう話なんですよ今1年を振り返る12月に入りましたけどもどうですかねこの1年大きく変わりましたよ例えば収入がね毎月毎月プラスの3万とかプラスの5万とかプラスの10万っていうのがコンスタントに毎月上乗せされるようになりましたっていうふうなそんなね1年になりましたっていう方はどのぐらいいらっしゃるでしょうか、まあ、つまり 何もしなければもしくは何かをやったにしてもその割合が少なければこのままなんですよつまりはこのままだとずっとこのまま来年もこのまま再来年もこのままなんですよねそれでいいんでしょうかってことですだから私はこのままじゃ嫌だからこのままにならないような第一歩を知るし第二歩を進んできたってことなんですよね常にそのために新しい挑戦をしてダメかもしれないけどやってみるってことが大事です えー、一昨年の話ですけども私は AI アートってものをねスマホのアプリを使って何だか手探りでやってみましたそうすると最初ね私に絵心なんてなかったわけですけどもなんとなくアートみたいなのが絵みたいなのがパソコンで描けたんですよ感動しましたねもちろんドットはかなり荒いもんでしたでもそれからずっと AI アートをやっていくとぐるっと1年経って無料アプリのテクノロジーが随分上がってきてねものすごく鮮明で そして素晴らしい絵がたくさん作れるようになったんですよでそこに NFT っていうものを埋め込む仕組みっていうのがこれもフリーで公開されてるんですよね、まあ、ですんで NFT を裏付けするのに多少の費用はかかるんですけどもそんなにね大きな出費ってことではありません本当に数百円とか出てきますんで <laughs> 失礼しました NFT の裏付けをして AI アートを NFT アートとして販売してみたんですよ 販売したマーケットってのは本当限られてますちょろっとしたもんですしかしそれで1年間でね AI アートっていうのがやっぱ売り上げになるわけですよねでそうなってくると今ねこの1年を振り返ってただけでも AI アートっていう商品を持った人とそれを持たない人テクノロジーがあるのに使えなかった人使わなかった人この違いにはどのぐらいの売り上げの違いとか世界観の広がりの違いがあるかっていうと一目瞭然ですよね つまり、こんな形で、まあ、違いをもたらす違いとかね、このままではずっとこのままだっていう言葉が、私を突き動かして今に至るわけなんですよ。でも、人によってはあ、この言葉を受け取っても、なんだそんなものって通り過ぎるかもしれません。でも、そんな方でも、ある時ね、人から言われたことを気に病んだり、根に持ったり、励まされたり、さまざま自分の精神に影響を及ぼす言葉にはね、出会ってきてるはずなんですよ。 で、一つや二つの言葉ではもしかしたらね、自分の感情に訴えかけるものがないかもしれません。そして、すごく重要な言葉であっても、それがね、一回こっきり、二回こっきりだったら、すぐにその衝撃を忘れて、普段の暮らしに戻るかもしれません。そこで私はね、今回、真姫大学のナミさんにね、あの、お話をする機会があって、来年から、スタート100ってプログラムを始めるんだっていうことをね、聞いたんですよ。それは、まあ、いろんな方のね、 人の行動や気持ちを動かす、まあ、鋭く重々しい名言ですよね。それから温かく優しい言葉の数々、言霊を動かす、言霊を震わすような言葉の数々をコンテンツにしていきたいんだみたいな形なんですよ。で、これはとってもいいなと思いました。一回こっきり、二回こっきりで忘れるようなものでも、それが日々訴えかけてくれるものであるならば、もしかしたらどこかで自分の行動を大きく変えるきっかけになるかもしれないなっていうことだったんですよ。 まあもちろんね古本屋に行って名言集みたいなのをパラパラと読めばねそこに載ってる言葉は多いと思いますでも実際その行動すら知らないからいまだに自分の気持ちを突き動かす言葉に出会えてないと思うんですよで言葉っていうのは誰かの気持ちなんですよね気持ちが文字になったものなんですよだからその人の気持ちに触れてその気持ちに相乗りつぐることによってもしかしたら別の世界にね、えー、足を運んでいけるかもしれないんだなと思ったんですよね私自身の体験もそうですしね でそこで今回ねちょっと舞姫大学の奈美さんにあの奈美さん自身はどういった言葉に突き動かされた経験がありますか思い出がありますかってことをちょっと聞いてみたいなと思いましたね、えー、のー次回の課題にしたいと思います課題っていうと大げさですけども私がこうやってねつらつらと喋った後でそういえば奈美さん奈美さんはどんな言葉に突き動かされて今日ここまで来たんでしょうかもちろんね プロポーズの言葉っていうのもあるかもしれませんけども、それ抜きにしてビジネスっていうね、そういったマーケットで例えると、どんな言葉があるんでしょうかってことね、聞いてみたいなと思います。はい。じゃあ、まとめますね。ナミさんはビジネスをする上で、どんな言葉に突き動かされましたかこれが今日、ナミさんにね、クエスチョンしたいことでございます。よろしかったら、ご返信よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。